はい、オリジナル音源のタイトルは筆境へと付けさせていただきました。細かく言いますと、筆境の筆とことごとくという意味でございまして、今日は最後の教会まで届く、絵はもうあの字は拠り所という字ですので、ですので、意味合い的には究極の拠り所という意味合いで筆境へと付けさせていただきました。その音源を作るときにも、最初自分の音源を作ろうかどうしようか悩んでて、うちはこの通りお寺さんなんで、お寺に来る人みんなが喜んでくれる音源がいいなと思い、そちらの方で、メインはエスペシャリーの中の第4チャクラに特化していると言われている音源をメインに使わさせていただいて、僕の頭のイメージの中で、ジャングルに自分がいて、向こう遠くに海があって、波の音が常に聞こえてて、クジラの鳴き声が聞こえて、そして、鳥のさえずり等といろんなそういう音が聞こえてくる中で、そのエスペリテ第4チャクラに特化した音源が流れてきて、心をね、第4チャクラというのはハートチャクラでございますので、心安らぐ、そして、穏やかに過ごせるようになりたいな、自分もです。そしてお寺に足を運んでくれた方も心穏やかに、なぜか知らんけどお寺に行ったら心穏やかになって帰れるぞと思ってくれるような音源を目指して、制作させていただきました。以上です。Thank you.
ラピストの古川樹里です。私のオリジナル音源の制作の意図はチャクラ活性化、全部活性化するのと、もう一つが自己超越っていう2つの軸で作ってみました。でチャクラ全部活性化すると何がいいかっていうと、次元上昇して自分の可能性が広がるので、一つ一つのチャクラを活性化するような周波数を入れたのと、あとはチャクラは対になっているので、それを意図して組み込んで、周波数を組み込んでいます。でもう一つは、自己超越を、人生の流れを周波数で読み解いていって、西洋占星術の考えに基づいて自分に対する、自己超越をしてサポートしてもらえる周波数があるので、それを組み込んでいきました。でクジラの声が大好きなので、バックにはずっとクジラの音が流れていたりとか、私に共鳴する音源を制作しました。聞くととても体が温かいです。以上です。Thank you.
第1期生伊藤あゆか。テーマは本来の自分。生まれた時間がわからないため先生術は使いませんでした。以前オリジナルでチャクラヒーリングをしていて、チャクラ中心で音源を考えようと思いました。私の今のチャクラバランスの状態を見て、第4、第5チャクラがやや弱い傾向にあります。なので第4、第5チャクラの周波数を中心に作りながら、全体のバランスよく自分の感覚を大切にしてシンプルに仕上げました。ありがとうございました。
音浴セラピストの太田美穂と申します。オリジナル音源の説明をさせていただきます。テーマは宇宙空間愛と平和の世界から
地球に降り立ち、地球ゲームをドラマチックにどっぷり入り込み、味わい尽くした後、再び宇宙空間に漂い、ありのままの自分でいいんだと気づく自分です。実はテーマは後で出来上がった音を聞いて感じたものがテーマとなりました。作るときは3部構成にして16音源4種、エスペシャリーと鈴、エスペシャリーと16音源の2種を使いました。そして右半身を調整する音源を初めから最後まで流す構成にしました。主になる音は音の組み合わせの相性、そしてつなぎ目に遊び心で鈴と水滴を入れてみました。とても気に入っています。決めるまですごく迷いましたが、仕上がった音を聞いて心からすごく愛おしく思うようなものに仕上がったので、とても満足しています。ありがとうございます。Thank you.
Thank you.
温浴セラピスト第1期生の松村ゆかりです。私のオリジナル音源は唯一無二、私の第一チャクラを輝かせて自己超越のチャレンジがスムーズに成功する楽曲というのを意図して作りました。私の生まれた時間の天体の配置から太陽と天王星と海王星と冥王星の周波数と、あと第一チャクラを活性化する楽曲と、あとは私の好きな音、クジラの鳴き声だったり、海が好きなので波の音だったりを入れて構成して作りました。すごくこだわってわがままに、この30秒にはこの音を入れてください、1分だったらこの音を入れてくださいみたいな感じで、すごくこだわって作りました。はい、で初めて聞いた時はもう感動して鳥肌がブワーッと立つ感じと、あともうちょっと涙が溢れてくるような風になりました。一日ずっとこれを聞いてる時もあるし、あとは一日の始まりに目を閉じて聞いたりとか、一日の終わりに、まあ、寝る時に枕元にこれを置いて聞いたりとかして活用しています。自分の後ろがすごくなんか深くなるというか、なんか後ろに浸透しているなっていうのをなんか感じています。はい、ありがとうございます。
セラピスト第1期生の道杉早苗です。楽曲の題名は夢を叶え豊かさを分かち合うです。この楽曲は自分を後押ししてくれるように作成しました。なぜこのように作ったかと申しますと、私にはおしゃれなオフグリッドハウスを作りたいという夢があります。その場所は災害時には拠点になり、日常では地域の人々が気軽に集える、そこで交流が生まれる場所になっていきます。この楽曲を聴いた時の感想は、体の中を息がスーッと通っていく感覚、そして力が湧いてくる感覚がありました。皆様へのメッセージは、なりたい自分を諦めないで、助けてくれるものの力を借りながら、自分が豊かになり、その豊かさを分かち合って、幸せに暮らせる地球を作りましょう。皆が幸せでありますように。ありがとうございます。Thank you.
それをいろいろこういいなと思って作りました。で、最初に聞いた時めちゃめちゃ魂が震えて心も体も、すごい喜ぶのが分かりました。はい、以上です。Thank you.
自分を超えたなりたい自分へです。作った糸は、私は何をするのにも自信がなく、自己表現が苦手で、自分の感じた感情や意見を伝えるときについ焦ってしまい、頭の中が真っ白になり、言葉足らずになってしまったりと、要点が伝わりにくくなってしまいます。なので常に変わりたい自己、成長したい自分を発揮したいと思っていました。地球は行動の星とも言われています。行動しないと現実に変化は訪れない。自信を持って行動して、自分の現実を書き換えて、自分を超えていきたいので、特許を取得した音源で作らせていただきました。セラピストとしてどう活動していくかなんですが、自分らしく輝いていく人が増えていったら、争いもなくなっていくと思いますので、私みたいに行動できない、自信がないなど、あと覚醒したい人、健康に不安がある人、夢を実現したい人への後押し、自分らしく生きる幸せ、本質的な生き方ができるように世の中に広めていきたいです。
こんにちは。温浴セラピスト第一期生川西美奈子です。生まれ落ちた瞬間から社会的到達点に向かう流れでオリジナル音源を作成いたしました。生まれてくる前に自分で設定した唯一無二の占星術から導き出し、天体の周波数をシンプルに取り入れました。聞いた感想は唯一無二でとても感動いたしました。この感動をたくさんの方に届けられたらなと思います。良い周波数をたくさん浴び、一人でも多くの方に幸せになってもらい、世界平和につながっていけたらなと思います。人前で喋るのが苦手なのでマイペースで頑張ります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。温浴セラピスト第1期生の高橋真希です。温浴セラピストの講師もさせていただいております。今回オリジナル音源を制作するにあたってタイトルは、過去からの伝言、まだ見ぬ君へというタイトルになりました。これは楽曲を聴いていただいて、まだ見ぬ君へっていう感じがするな、過去からの伝言だねっていうのを、お話しいただいて、とってもしっくりきたので、そのタイトルをつけさせていただきました。私自身楽曲を制作するときには、人生の目的を最大限に発揮して、意志と想像力を持って夢を叶えていくっていう音源を作りたいと思って、そういう周波数を入れました。その中には私自身の、西洋占星術から人生の目的と、旦那さんの人生の目的、あとは、そこには喜びだったり、細胞の更新、あとは意思、想像力っていうところの周波数も入れております。楽曲の後半には縁結びの楽曲を使用しているんですけども、それは、人生はご縁でできているっていうふうに考えていて、きっかけとかチャンスって人が運んできてくれる、そして私自身がそういう人になりたいっていう思いから、縁結びの楽曲を使用させていただきました。その中には金のゴールドですね、金の周波数も入れているんですけども、それは私自身が、目的を見失わずに強くありたいって思いから金の周波数も入れております。はい、初めて聞いた時はもう本当にこう魂が震えるというか、もう胸が熱くなるというか、すっごく感動しました。なのでいろんな方にこの感動を伝えたいって思うし、もう本当にその人だけのオリジナル音源になるので、その方の支えになったりとか、サポートになるような音源だと思うので、ぜひたくさんの方に手に取っていただきたいなっていうふうに考えています。はい、ありがとうございました。
私 の, あのサロンの名前がみかんの木なんですけども、名前のみかから、まあ、みかんを取ったのと、あとやっぱり母性を表し、みかんが母性を表していることで、あのその 実りというものが大事なんですけども、花とかにもやはり意味があったりとか、その成長して実っていくということをイメージしています。でその中で、やっぱり自分の課題とか、隠された力とか独自性だったりとかインスピレーションとか、そういうものを、入れたといいますか、はい。で、感想といたしましては、自分がですね、施術をしている、いつも施術をするイメージで作ってみました。最初、どこから始まって、まあ、体を見て、最後にはここで終わって、まあ、その方の運気ですとかその幸せとかを願って終わるんだけど、この地球にまた地球で生きているということをまたイメージして終わるという感じで作りました。はい、以上です。Thank you.
欲セラピスト第1期生の藤井ゆかりです。楽曲のタイトルはまだ見ぬ人生と私へです。このオリジナル音源は占星術の生まれ落ちた瞬間であるアセンダントから人生の到達地点である MC に向かって構成して作りました。家族は人生の基本となるというところから娘と夫の周波数が含まれた楽曲も使用しています。また自分の意思をしっかりと持って行動していけるように第一チャクラの周波数と占星術で自分が持っていない星座の特性を補填するという意味で双子座、天秤座、水亀座の周波数が含まれた楽曲も使いました。その他に自分の電磁気力を整えるために大切になってくる心臓の周波数、あとは自分の体の部位を整える目的で視覚、肝臓を、子宮、細胞の更新の周波数が含まれる楽曲も使用しました。またこの先の人生で愛を受け取り、また自分自身も愛を与えられる人になっていきたい、また愛と喜びに満ちた人生にしていきたいという思いから、奇跡のシンフォニーシリーズから1曲楽曲を使用して作らせていただきました。ありがとうございます。